トッシとは思いたくないねんけど、とりあえずバーンって昔やって起きれたのに、一回四つん這いなんだよ。はいはい、四つん這いなって、ほんで15分ぐらい妊婦さん、出産、もう体が起き上がれへんねん、もう2時間ぐらい出られへんねん、一週間ぐらい続いたらもう限界あるよな、おかしいしちゃった。ベッドの上からゴロゴロバッと下降りて、何リビングまでゴロゴロ行ってた。靴履けないでしょ。あの時のあの携帯の着信履歴の怖さったらないですからね。